はい、おはようさんです。10月の15日の朝5時起きて、デッシ本科の準備をしておりました。えー、準備する前から、えー、意外とドタバタするだろうな、当日はと思っておりましたが、えー、その倍以上、ちょっとドタバタしたような感じの営業になったと思います。で、えー、早めに出勤した分ですね、えー、早めに上がれました。でもですね、えっ、ー、と、田舎は 電車の便がそんなにないので、やっぱり決まった時間の、うん、結構ギリギリのえスケジュールで、えー、と東京の方に、えー、やってこれました。で、東京ではですね、えーとえーと、初心者料理教室の方にちょっとどんなもんかなっていうのを見に行くの、行ってみたいなという感じでおります。で、えー、とずっと飲みたかった、ホッピー苦をやっと飲めたという感じですね。 で、これはですね、深夜11時に食べた富士そばですね。富士そばも気北町にはありません。ホッピーも北北町にはないですね。はい。で、紀北町では食べれない、飲めないものをちょっと、今回いろいろまた飲んでいきたいなと思います。これは大井町の、えー、朝6時の朝焼けですね。はい。気持ちのいい朝です。はい。で、いろいろ楽しんでいきたいと思います。